こんにちは、MB です。今日は初心者はまず何を買うべきなのかについてお話しさせていただきます。ファッション初心者、何から揃えればいいかわかんない。どのブランドを買えばいいかわかんない。そんな具体的な悩みについて今日は簡単に解説していきます。これを最後まで見れば何から揃えてどんな格好をすればいいか丸ごとわかるはずなのでファッション初心者からは間違いなく脱出できます。ぜひ最後までご覧になってください。 はいというわけで今日はファッション基礎理論講座でございます初心者でもわかるファッション基礎理論講座今までにもさまざまな解説をしてきました、えー、今回はですね理論的な話ではなくてより具体的なお話に進ませていただきます、えー、実際どういうものを買えばいいのかっていうことに言及していこうと思いますので最後までご覧になってください 私え、自分のオリジナルブランド MV アイテムの新作を毎週日曜日に発売しております。概要欄 MV アイテムストアの URL を貼っておりますので、ぜひよかったらそちらからチェックしてみてください。見てくれるだけでもありがたいです。ぜひチェックしてください。それでは本題いきましょう。はい。えー、まず一つ目。ポイント。最初は GU でもワークマンでもないユニクロから選ぶべし。かっこ案件じゃねえぞ。 えまあユニクロがこれだけユニクロのことを好きかって言いまくってですねハイブリッドダウンコートポリエステルのやつ買うんじゃねえよとかって言ってる僕に案件なんて渡すわけない僕言っときますけどユニクロから1円も金もらったことないですからねあの是、ー、非調べてみてくださいこれあのユニクロ側も渡してませんって100%言うはずなので。 これでもし渡してたら世界的な企業が大変嘘ついてたってことになりますからねユニクロはね僕なんか別に嘘ついてもなんともないと思いますけどユニクロが嘘ついてくことになるんで僕絶対神に誓っては金もらってないんででもそんな僕が案件でもなくて1円でもなくて一緒に目じくいに行っても割り勘させられるユニクロ税に多少のそのあれもあるんですけれどもそんぐらいおごってくれたっていいじゃねえかっていつも思うんだけどそんな僕はユニクロを忖度してないんですけれどもユニクロから選ぶべきだと思っていますなぜかというと一番簡単な理由が ユニクロがが正直一番値段に対して品質が高いですこれは間違いなくそうです。どの業界関係者に確認しても100%ユニクロが一番って言います。機能のレベルの話で言えばワークマンって特殊な機能性とか持ってたりするから機能性で言ったらワークマンが上のことはもちろんある。デザイン性で言ったら GU が上のことももちろんある。ただ品質 素材感だったりとか縫製だったりとか様々なレベルから考えたクオリティっていう意味に関してはユニクロに勝る企業は正直未だにありませんこの値段でこのクオリティというのはないです えー、ユニクロは何でそれができるかっていうと例えば皆さん思いつくユニクロ製品、えー、ヒートテックだったりエアリズムだったりとかダウンジャケットだったりカシミアのニットだったりカイハラのデニムだったりとかいろいろなものがあると思うんですけどそれらってもう10年近く売ってたりしませんユニクロのフリースって多分もう20年以上売ってるんじゃないですか でカシミアのニットとかもそうですよねヒートテックも10年ぐらい売ってんじゃないかなと思うんですけれども通常ですねこういうのないんですよ例えば GU とか ZARA とかで10年同じものを売ってるアイテムってないんですねないんですよ、まあ、無印はあるけど無印というニクロぐらいなんですね H&M もない ZARA もないし C もないんですここが実にポイントで ユニクロっていうのは長くいつまでも使ってもらえる定番アイテムを出すっていうことを頑張ってるんですね。そうすると何がいいかっていうと値段を下げられるんですよ10年間かけてじゃあヒートテックって何枚売ってるかって言われたら1億枚を軽く突破してるんですね。で一型で1億枚売るとか1シリーズで1シリーズで1億枚売るとかってザラとかでもないと思いますね。たたまあ間違いなくないと思いますけど。 あいや1億ギリギリあるのかな分かんないけど多分ないんじゃないかなと思いますで1億枚売るってどういうことかっていうと100枚作るのと1億枚作るので値段に差が出るかっていうと当たり前だけど工業製品と同じでたくさん作った方が単価って安くできるんですよだから1億枚作る代わりにずーっと10年間同じものまあちょっと形は変えたりするけどそ同じ素材使ってずーっと同じものを作ってる限り 値段っだからユニクロがやってることっていうのはデザインを盛り込むことはできないんですよ長くやんなきゃいけないからトレンドのデザインとか盛り込んじゃうとちょっとこう売れなくなってしまうから安くできないんですねその場合10年ぐらいずっと使える定番のスタンダードなものを作る代わりに値段は極限まで落としますよっていうのがユニクロだから他のブランドがやるともう1万円とか超えちゃうスーピマ素材のシャツとか カイハラ社のデニムとかね、カイハラのデニムなんてハイブランド使ってますからね。カイハラの社長が、カイハラってデニムメーカーでユニクロに素材を提供してるんですけれども、カイハラの会長かなに、ユニクロのデニムとハイブランドのデニムって何が違うんですかってインタビューされた時に会長が何も変わりませんって普通に答えちゃったんで、何も変わらないんですよ。3900円のユニクロのデニムと39000円のハイブランドのデニムが変わらないんですよ。 ハイブランドっていってもミドルレンジだけどでも 39, 3万9,000と3900円が変わらないんですよ素材がもちろん縫製が違ったりデザインが違ったり加工が違ったりするけど素材そのものは変わらないつまり最もいいものを安く買おうと思うのであればユニクロを選ぶほかないんですねビジネスの構造としてただしユニクロは今言った通りですけれどもシンプルなデザインが多いしサイズ感も大胆なサイズ感にはできないんです なぜかていろんな人に買ってもらうわけだから、まあ、例えば中学生も着れるようにおじいちゃんも着れるようにって考えるとシルエットをすごいこうメ,リメリハリっていうかそのデザインを入れたりだとかシルエットを特徴的にすることっていうのが難しいわけね。みんなに着てもらわないと10年間売り続けることなんてできないから。って考えるとデザインはちょっと物足りなかったりシンプルすぎたりするんですね。 ただスタンダードでシンプルなもの特に初心者レベルではまずシンプルなものをいくつか揃えたいじゃないですか。 そういった時にはユニクロは一番向いてます。まあ、ちょっと話それる,るけど、他のファストファッションはどうかっていうと、ついでに話しておくと、GU はトレンド感はあるけど、その分ユニクロよりは品質に劣ります。まあ、GU はね、あの、ユニクロほどたくさん作らないんで、デザイン凝ることができるんですよ。そんなに長く売るとかって考えてないので、だからデザイン盛り込むことができるけど、その分当然品質はちょっと下がっちゃうって感じ。 でワークマンはあの機能性はめちゃくちゃいいけどまだまだカジュアル業態に入ってきたばっかりなんでちょっとまだトレンドつかみきれてないところがあるなって感じがしますただ機能性はすごいんで機能を求めるようなアウトドアシーンとかだったらワークマンは無敵ですで無印はユニクロに極めてビジネスモデル近いんですけどただ彼らは洋服屋さんじゃないのでバリエーションが少ないんですよ いいものたくさんあるんだけどたくさんはないけどいいものあるけどユニクロほどバリエーション揃えてる洋服屋さんじゃ元々なくてライフスタイルショップなのでなかなかそのトレンド感もないしそのバリエーションも少ないからちょっとその洋服の文脈でお勧すすめすることがなかなか難しいというのがありますねザラは品質も高くてトレンド感もあってまさにユニクロのいいところといいところは持ってて悪いところはカバーしてる ザラって無敵のファストファッションなような気がするんですけど残念ながら値段がちょっと高いんですねっていう感じで考えていくと結論シンプルで質の高いものを安く揃えたいって考える初心者さんはユニクロが一番ってなるわけですねもちろん全部ユニクロで揃える必要はないんですけど基本はユニクロからチェックするのがいいと思います さあ、そして、じゃあ具体的に何を買えばいいかっていうと、ポイント二つ目。まずは、セットアップが一番簡単で便利。冬はロングコートがおすすめ。とさせていただきます。えー、セットアップはですね、コーディネートの間違いが少ないです。そもそもセットアップって何かって言われると、カジュアルスーツのことです。ジャケットにスラックス。それってビジネススーツなんじゃないのって思うかもしれないんだけど、あの、紳士服業態。要するに洋服の青木さんとか、青山さん、小中さんとか、ああいうところに売ってるビジネススーツ。 ビジネススーツと違ってちょっと細身に作ってあったりだとかあのシワがつかない素材だったりとかコンパクトなシルエットになっていたりだとかカジュアルシーンで普段着として使えるセッスーツがいわゆるセッットアップと呼ばれるものです、まあ、男性のスタイルで一番好きなファッションって何ですかって街頭インタビューで女の子に聞くと。 えと大体の人がスーツって答えるんですね。やっぱ男性のスタイリングをきれいに見せるのって間違いなくスーツなんですよ。で、大人っぽく見せることもできるし、今まであの初心者でも分かるそのこの基礎講座の動画、他のも見てもらえば分かるんですけど、ドレスとカジュアルのバランス、僕はドレス度をちょっと高めましょうって話をしてるので、ね、気になる人がいたら、ぜひボルワンから見ていただきたいんですけれども、でセットアップって、ドレス度強いので、おしゃれしやすいんですよ。大人っぽく見せやすいんですね。でなおかつさっっきも言った通りだけどセッットアップ ァッション初心者だとコーディネート自信ないじゃないですかこれ合ってんのかなこの靴合ってんのかなこのパンツとこの上ってちぐはぐじゃないかなってそういうのいちいち考えるの面倒くさいでしょでもセットアップだったら上下そもそも決まってるわけよあとじゃあ考えるのはインナーと靴だけなんですよ だから初めに買うサイズさえ間違えなければね変にめちゃくちゃ大きいサイズ買ったりとかピチピチのセットアップ買っちゃったりとかそういうのじゃない限り上下決まってるから毎日コーーディネートで悩むことな,いんですよでなおかつジャケットとスラックスだからジャケット脱いで T シャツになれば夏スタイルになるじゃないですかスラックスそのまま使えるで冬はその上にコート羽織ればジャケットの上にコート羽織れば冬スタイルになる。 オールシーズン使えて、コーディネートの失敗も少なくて、デートにも使える。女の子受けもいい。これ以上のものないんです。これはね、まあ、多分僕以外の人もみんな言ってると思うから、あの、ちょっと、ちょっと信じましょう。<laughs> 一回。<laughs> セットアップだって。一番簡単だよ。スーツ似合わないって言ってる人、あんまいないから。 まあ、いたまにいるけどそ大体5解ですからね勘違いですからねスーツ似合わないってじゃあどんな服も似合わないよあんなシンプルな黒の上下で似合わないってありえないんで同じ人間で。 サイズがどうしても既存のサイズだと筋肉質で見つからないからオーダーしなきゃいけないとか大きいサイズの店に行かなきゃいけないとかあるかもしれないけどスーツそのものが似合わない男性なんてほぼいないから間違いないんですよちょっと騙されたと思って初心者はまずセットアップ選んでみてくださいそしてじゃあ何を買えばいい具体的に何を買えばいいかっていうとえ僕はまずこの感動ジャケット 2way ストレッチウールライクの方ですコットンライクじゃなくてウールライクの方 セットアップ可の5,990円。このジャケットと、感動パンツツ w ウェイストレッチウールライクセットアップ可のこのスラックス。この2つが一番簡単で手頃かなというふうに思います。もちろんこれが最上級ではないです。もっともっと上のものもあるし、正直僕このセットアップに不満もいっぱいあります。でも上下で合わせて1万円未満で買えて、えー、満足度も高くて合わせやすい。 まあこれ以上ないと思うので値段から考えたらこれ以上ないと思うのでまずはこのセットアップから試してみてもいいと思います。でインナーはじゃあどうすればいいかっていうとあセットアップスーツなわけだからインナーはシャツで合わせるわけですよね MB さんって思った方大間違いでございます。えー、中はですね T シャツとか丸首のカジュアルなものにしてください。シャツ襟を合わせてしまうともうビジネススタイルになっちゃうのでドレス度が強くなりすぎるんですね。この辺はボル1の、えー、ファッション基礎理論講座のボル1の動画に載ってます。MV チャンネルのトップページに行くとですねファッション基礎理論講座のカテゴリーが出てると思いますのでそちらからぜひご覧ください。ドレスが強すぎると嫌味になったりキザになったりビジネスシーンに見えたりするので中はシャツではなくて丸首の T シャツもしくはこちらですね え冬の時期とか秋冬の時期だったらウォッシャブルストレッチミラノリブクルーネックセター2990円この辺がおすすめですこれの白を選んでみてください黒にしちゃうと全部黒でちょっと潰れて見えてしまうので白を選ぶと一番簡単かなというふうに思いますで足元はどうか あ、そうか。セットアップスーツだから、革靴を合わせるんですね、MB さんと思った人、間違いでございます。スニーカーを合わせましょう。セットアップスーツなので、すでに上下ともドレスになっちゃってるわけですね。で、ボル1の動画とか見てもらえば分かるんですけど、7対3ぐらいのドレスとカジュアルなバランスに留めるのが、えー、おしゃれの基本中の基本だと僕は伝えました。で、上半身、下半身、靴。 この3つにカテゴリーをもし分けるとするのであれば7対3なわけだから2個ドレスにして1個カジュアルにすればいいんですねこれを僕コーディネートロック法とかって言ったりしますけど今の状態で言うとジャケットとスラックスだから上半身と下半身どっちもドレスになってるじゃあ足元はスニーカーなんですよ。革靴じゃなくてスニーカーカです まあ、デートの時とかで7対3じゃなくてもうちょっと夜のレストランデートとかでもうちょっと決めたい時とかっていうのはもちろん革靴合わせても OK ローファーとか合わせても OK なんですけれども普段の基本的なあの日常生活だったらスニーカー合わせるのがまずいいと思います特にこの GU のリアルレザースニーカー3990円こちらが今のところ僕はおすすめでございますで実際コーディネートを見てもらうと例えばこういう感じ、まあ、これ感動スーツを着てるわけではないんですけどほとんど同じような印象になってると思います僕の着用写真 ですけれどもこんな感じですあの少しゆったりめを選ぶのがありだと思います僕は感動ジャケット上 XL 選んでますでパンツは、えー、割とジャストサイズ選んでますけど上はちょっと緩めにしています今のトレンド的にあんまりピタピタのシルエットって好まれないんですよでなおかつセットアップであまりピタピタにしすぎるとちょっとビジネスシーンっぽくなるので ほんのわずかワンサイズでいいからアップさせておくと今っぽいカジュアルとしての普段着としてのセットアップにちゃんと見せてくれると思うのでこの感動ジャケット感動パンツってオンスタイル用にも考えられて作られているからジャストサイズで選んじゃうとちょっとオンスタイルっぽくビジネスシーンっぽくなっちゃいますなのでワンサイズだけジャケットはアップさせると一番いいかなと思いますので参考にしてみてくださいえ実際ユニクロの公式のコーディネートとかえ見てみるとですねこんな感じでこれ感動ジャケット感動パンツで 丸首のニット合わせてますけどこれはあの革靴合わせてるからちょっと決めた感じになってますけどこれスニーカー合わせれば普段着として結構かっこいいでしょ、まあ、この人イケメンっぽいですけどまマスクしてるからどんな顔だかちょっとよく分かんない、まあ、ちょっとイケメンっぽい感じがするから若干チートっぽいような感じはするけどでも顔隠してもかっこよく見えるでしょ革靴合わせてもデートスタイルだったらこういうのでも全然ありですよ 普段着だったらスニーカーとか合わせた方がいいと思います。この方の,あの公式のコーディネートですけど参考にしてみてください。こんな感じがあの一番サイズ選び的にもすごくいいかなというふうに思っております。で、これだって着てて街歩いててあ初心者だなって思われないと思うんですよ。結構あ服に気を使ってる人だなって多分70点ぐらいは取れると思うのね、コーディネート的に。 ななので全然問題いいと思いますそして上に着るアイテムなんですけれども、えー、コートが一番簡単かなというふうに思います、えー、おすすめはブロックテックコート7990円黒これがおすすめです、えー、サイズはですねやっぱりワンサイズかツーサイズぐらいアップしてもいいと思います XL から XXL を僕は選んでますシンプルすぎるコートを選ぶと セットアップの上にコートもう一回シンプルなコートを羽織ると割とこうビジネスシーンっぽくなるのでこのブロックテックコートはちょっとこう前がこう重なってたりだとかデザインがこう首が開いてたりだとか襟が大きかったりとか素材感もちょっとガサガサしてたりとかあんまりビジネスコートっぽくもないので、まあ、こういうのを選ぶと一番いいかなというふうには思います冬,冬場の話ですねもしかしたら初心者さんは抵抗があるかもしれないんですけど僕こちらの方は実はおすすめで GU のバルマカーンコートチェック5990円僕はこっちの方がおすすめですチェック柄なんであのビジネスって感じにもならないですしすごいおしゃれな雰囲気で素材感も GU だけど安っぽく全然ないですなんでチェックっていうのがもしかしたら嫌って思う人もいるかもしれないけどこれ全然子供っぽいチェックじゃないのでもしだったらこっちを選んでもらったらいいかなというふうに思いますしまあコートはねまあある程度その 慣れてきたらら買ううのかかなと思うから、まあ、ちょっと個性入れても好きなのを選んでもいいと思うんですけれどもロングコートだと体型の良し,悪しあし出ないからどんな人でも合わせやすいと思うので特に細身のスラックスに上ちょっとロングコートを合わせるといわゆるワイラインシルエットが作りやすいこの辺も他の動画で解説してます初心者向けのこの基礎理論講座をぜひもう一回見てみてください Y イラインシルエットが簡単に完成するのでロングコートと細身のスラックスこれも 鉄板の組み合わせだと思いますから、ロングコートぜひ初めに買ってみてください。はい。というわけで、えー、今日は初心者さんがまず買うべきものということで、セットアップをお勧めさせていただきました。そして冬のコー、冬のスタイルではコートですね、えー。具体的にユニクロでこれを買うべきという話をさせていただきましたけども、次回の動画ではですね、もう半歩進んでみましょう。初心者さん、セットアップ買ったら、次、できればここを早い段階で買ってほしい。 でもうちょっとちょっとだけ余裕があるんだったらピーを買ってほしいっていう少し半歩先と一歩先中級者への道を次の動画ではおすすめしようと思いますのでぜひファッション基礎理論講座楽しみにしていてくださいはい私 YouTube メンバーシップやっております YouTube メンバーシップではですねより深い内容初心者からさらに進んだブランドの歴史だったりとかファッションのディープな話を散々展開しています 月額590円で1回登録すると今まで配信された動画すべて見ることができるのでかなりお得な内容となっていますもうすでに多分60本ぐらい配信してるんじゃないかなと思うのでよかったら概要欄の方メンバーになるボタンでチェックしてみてくださいまたお会いしましょう MB でしたバイバイ